番組は NEC 日本電機グループ、ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りします。当番組でですね、フリーマーケット、これをやってみたいと、あんまり地方の方は来れないかもしれませんけどね、何でもいいんでしょ、持ってきて困るようなもんない、何が持ってきてこれもあるようなもんあるの、じゃあ持ってきたらダメっていうものはないの、平気何でもいいの、生ゴミとかダメだよ生ゴミ、あ、分かった、あ、じゃあいっぱいある、持ってく持ってく、よし、それで売れたらその収入は個人に入る、本当だよ、その代わり私そこで30% は一応マネジメント料ということで私付けるの、どういうの、高いのかな、そんなわけでございまして、いやー、やみつきになるぞ、早速、レミちゃん、ナメちゃんのコーナーから行ってみたいと思います。はい、メッキ5です。PG エンジン桜井特許の人気ベスト5というわけで、海外のね、スタッフがオリジナルを作ったゲームをね、並べてみましょう、どうぞ。ナンバー5、テトリス。テトリスで世界を熱狂させたソ連人パジドノフ氏の第2弾です。ナンバー4、TV スポーツフットボール。アメリカの人気ブランドシネマウェアからの移植作品です。ナンバー3、ポピュラス。これも世界中で大ヒット、数々の賞を総の目にしたゲームです。ナンバー2、シャーロック・ホームズの探偵講座。アメリカのアイコム社の驚異的技術が可能にしたゲームです。ナンバー1、This Week、魔法。自由な発想、すっとんきょうなアイデアのゲームです。というわけで、今週はワールドサーキットのプレゼント発表をしてみたいと思います、はい、とりあえず1名様だけ入りましょう、福岡県久留米市の西岡直くん、他9名の方に差し上げます。おめでとうございます。 PC ランド の、 ビデオという手もあるな、テレビで使えなかった部分の一挙闇テープを、闇テープその場でね、これダミングしてですね、全部皆さんでその場でダミングの機械を置いてやると、ね、バーってやって、まあ、法律に触れます、何よ絶対法律に触れます、だから福田責任者ということ、手伝ったのお前が逃げる、そう、何週かお休みするかもしれませんけれども、全然構わない、構わないよ、頑張るように、息も止まるほど超ハードな戦いが今始まろうとしている。アーケードを超えた手に汗握る緊張感と血湧き肉躍る興奮度がたまらなく刺激的なシューティングゲームの傑作、 PC エンジン用ソフトライデン、こいつはちょっとヘビだぜ。 by ハドソン。噂のスーパー CD ロムロムがゲームの世界を変えた。SFX 映画みたいにサウンドも映像も僕の想像をはるかに超えてしまった。スーパー CD ゲームマシン、 PC エンジン、デュオ、新登場。冒険はデュオの中にある。ね、福田働いてるね。ね、僕は嫌い。ビビって。爬虫類は嫌い。好きなね。私も爬虫類はそんなにの、うん。この平気なんだよね。うん、この辺は。私大好き。ラブも平気なの？うん、はあ、よくわからないな。どこが魅力的なの？やっぱりね、文句言わないとこかな。食いかかんないし文句言わないし最高のお友達だよね。うん、文句言ったりいろんなこと言うのは友達じゃないの？聞き上手なんだよ、何言ってんだお前は。さあ、それではですね、前にも出ていただきましたアクアポイントの年岡店長に今日もお越しになってるんで、はい、お見えいただきたいと思います。今日も前回はいろいろ高いものから安いものから、ね、さあ、それではなんか新しいものが入院したとかいろいろ、何ですかこれは。これコモンスナッパーっていう噛みつきガメっていうガメですね。噛みつくんですかこれ。噛みつきますね、これ、うん、ただ現地、うん、フロリダにいるカメなんですけど、うん、これ向こうではね水死体探しに使ったりする。何ですか。何でも噛みついちゃうんで、う
死体に噛みつくんですか。これじゃあこれに紐つけて、でも揺らして噛みついて、なんか加えてるって言うと、はい、噛みたい。実際そんなどうもそうに見えませんけども、そうですね、ちょっとまだ緊張してるのかもしれないですけどね、はい、結構危ないんですよ。あとはその隣なんですけど、これまたまたっていう、これ変だよね、これ可愛いよ、葉っぱみたいな形で、ね、かわいいのこれ、かわいいよ、なんかほら顔があんなんだよ、変な顔、すごい面白い、これは別に、おーすごい、あ、ちゃんとしてます、4カメに向かって、怒ってます、怒ってる、どうしても地球上にこんな人間がにこんな変なのがいるんでしょうね。でも、これはアマゾンのカメですけど、アマゾンか、アマゾンっぽいよね、なんとなくね、何これ、なあ、服だこれ、あのトゲワガマっていうエジプトの尻尾が生きてるんですよ、これ生きてますよ、非常に大人しい、尻尾に、あ、気持ちいい、それそこにちょっと青ものがあるんで、あげていただけると、この子はね、草食なんですよ、うん、これこのままあげちゃっていい、どうぞ食べるかな、こらよ、食うか、あ、見てる見てる、かわいい顔、あ、かわいい、かわいい、かわいい、舐めてる今、あ、食った食った食った、かわいいか、これかわいいよ、かわいいって感じ、これ出てこないんだ、あ、かわいい、目をね、こうやってこうやってつむるんだよね、どうやってつながってるのかわかんない、この人は、これはね、あの、要はオオトカゲの系統なんですけど、サバンナモニターっていう、はい、これもアフリカのトカゲですけどね、うんうん、これはね、肉食なんですよ、どういうのかな、犬の餌でいいんですね、ペディグリーちゃん、おお、食い方がやっぱ怖いわ、怪獣みたい、飲んだね、ちょっと金子餌やれるお前、うん、ね、うん、やれんのお前、でこうやってあげればいいんでしょ、そうです、はいよ、へえ、あらあらあら、いや、かわいい、わかんない僕、抱っこしてみればかわいいかも、いいよ、抱っこって、これ何ですか、こっちは何ですか、そこはね、蛇入ってるんですけど、ミミズみたいな子がちょっと見えますけどね、あ、この下にちょうど今いるんだ、毒蛇じゃないんだ、これにそっくりなんで、ちょっと今ね、脱皮が近いんでね、色が汚くなっちゃってるんですよ、綺麗だよ、十分、本当はもっと真っ赤なんですけどね、へミルクスネーク、服だ、持ちなさい、それは全然平気ですよ、あれでも本気で見てるだけで気持ち悪い、大丈夫だよ、全然平気ですよ、飛び降りたことあるんだから、ちょっと、あー、だめだめだめこの子が反応しちゃってる、ダメだ、ダメだって、ダメだって今本当にダメだって、俺何言ってんだよ、目つぶってもダメだって、仕事だよお前、フリーマーケットで一緒働かせるよお前、そんなことやっぱりダメ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 、俺目開けられないからダメ、本当にあ、来て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 、強いですね、この蛇ね、そう、ほら、よし、じゃあ最後、金のかかったやつ行ってみましょう、ね、これ何ですか、これ金曜だよね、これはね、ニシキヘビなんですけど、うん、アルビノって言って、白変種なんですよね、じゃあちょっと、鍋ちょっと持ってくれる鍋平気ですよ、ね、うん、大丈夫、ヘビって気持ちいいよね、持ち方は、いや、どこでもいいですよ、はい、よいしょ、重い、結構いいよ、すごい重い、金子ちゃん、ちょっと首にこれを、はい、ちょっと締めるんですよ、これ締めるの大丈夫だろ、本当に大丈夫、大丈夫、あ、ちょうどなんか色が合ってるよ、エミちゃん、あ、わかんない、蛇どこに行くか、かっこいい、かっこいい、いやかっこいいってやつ、でもなんかたくあんこうってやってるみたいな、感覚的にはそんな蛇持ってるって感じ、お前、喉とかよく平気だろ、お前、あ、喉舐めてる、大丈夫ですか、お前、大丈夫、首差し、お前、よく平気だろ、お前、あ、でも首締めようとしてんじゃないの、これ、違います、落っこちないようにね、すっごい愛情表現、滑らかな、なんていうのかな、気持ちいいの、すべすべ、いくらでしたっけ、これ68万です、68万、68万、今首に巻いてるのが欲しい、現金にして欲しい、ちょっと1から、え、
市川も大丈夫なの？大丈夫は綺麗。市川の市川。でもすっごい可愛い愛嬌あるよね。なんか私の体にぴったりくっついてんの。さあじゃあちょっとこれ福田に預かってもらってね。私はいいですよ。もうこの前この前それ。ほら大人です。それで私がどういう風にどういう風な絵になったかってのは分かるから。福ちゃん頭の方から言った方がちゃんと。私はちょっと休憩。ごめんね。私の手がびっくりしちゃう。手いじらない。福田。それ肉食だからな。肉食。四カメさん座ってたら取りづらいんじゃないですか。四カメさん自分の首に巻いて撮影っていうのは、ね、目ちょっと目ですよ。目開けられない。今から。ああ。四カメさん自分であの首に巻いて撮影するっていうのは。帰り大丈夫だったね。そうそう帰る。ほら耳の手のところに。さあそれじゃ私たちは次の段階に行きたいと思います。じゃあね。さあそれでは。皆様やってまいりました。皆様興行につき帰りつかみ取りの次は西杯恵比寿でつかみ取り大会の時間がやってまいりました。どうぞお聞きいただきながらやってください。ありがとうございます。大会ですね。分かったよ、ね、足で来いって言った理由が、はい、足が濡れるって言った理由が分かったよ、はい、いやいっぱいだね。やだの何してんの。やだよ。私あれじゃないんだからな。やめろやめろ頼む頼む本当に頼む頼む。やめろ頼む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 。10匹しかいない。10匹しかいない。10匹しかいない。これも大丈夫。これはもう全然大丈夫。10匹しかいないけど頑張った。頼む頼む頼む。頑張った頑張った。取ったよ。はい。面白くないこれじゃ。2試合、秘密掴み取り大会。え取ったね。福ちゃん顔が、はい、何匹持ってますか。3匹です、はい、3匹です。3匹ずつですか。2匹。はい、じゃあテレビ東京の食券プレゼント。そういったわけでございまして、豊島さん今日はどうも。あ、どうもお騒がせしました。ありがとうございました。またお店の方によろしくお願いします。どうもありがとうございました。スーパー CD ロムロム用ソフト、アクションゲームの傑作プリンスオブペルシャ、ファンタジーロールプレイングゲーム天使の歌、スーパー RPG 超大作天外魔境2。ロムロムユーザーの君はスーパーシステムカード、これからチャレンジするならギュオ。人気爆発ゼロ四チャンプ、憧れのあの車この車が実名で登場。レーシングフリークに送る DC エンジン04チャンプ。メディアリング、メディアリング、スパイラルウェイブ。宇宙の彼方から発信されるスパイラルウェイブとは、地球の未来をかけた戦いが今始まる。スペースオペラスパイラルウェイブ、メディアリングより近日発売。どんなもんだというわけでございまして、はい、ヘビ触ったて。お前よく平気だなそういうの、はい、おかげさまで。というわけで今週のテーマは擬音です、うんうん、よくわかりませんけど行ってみましょう。はい、まずヘビちゃんチームからです。どうぞ。はい、我孫子市の染谷聡くん、特技はですね、馬の足音を鳴らす、電車の音を鳴らす、ケツを動かせる、口から水を飲んで鼻からその水を出すという染谷くんです。どうぞ。馬の足音を鳴らす、できる、うん、馬が向こうから走ってくるみたいにできる、うん、よしじゃあやってもらう。はい、はい、馬だ馬か。馬だ馬だ馬が来る。お前なんかフォローしてないか今。いやもう今びっくりした。蛇の次は馬かなと思って。あーびっくりした。もう一回やって。そう、私も馬っぽいな、そう言われてみれば、はい、はい、電車の音。なんだよそれ、電車コミュニケーターだけどんどんどんってなるの。なるなる。これ何や。なるなる。そう、俺もできるそれ。そう、うん、これどうして他の友達でできるやつはいないの。
猫いっぱいいる。いっぱいいるの。尻を動かす、うん、こうやって。ちょっとやってみようか、尻動かしてみようか、はい、せーの、どうぞ。もうダメだ、私は。それはすごい、それはすごい、これはすごいな、これは。俺死に動かすっていうから、こんなものかと思ったら、これだったら俺殴ってやろうと思って。はい、どうもありがとう。これはちょっと強力だったな、はい、うん、まだあるの最後に。さあ、これまだ取っといた方がいいよ。敵が何かできるって言ったらこれやるから、ね、はい、まだ他にもできることがあるって言って、はい、じゃあ先に福ちゃんチームの方を、はい、こちらは埼玉県川越市から来てくれましたマニタ・エイタカ君18歳です。マニタ君は生まれながら才能で笛を吹きながら歌を歌うという技を持っている人間バグパイプのマニタ君です。どうぞどうぞどうぞ。さあ、どうぞ。え、笛を吹きながら、笛を吹きながら歌を歌う、歌う。リクエストありましたらどうぞ。もう大きくしたよ。何かリクエストある？な、リクエストない？俺 X か何かがいいかもしれない。そうだね。X くれない。思いっきり銀色。X のくれないにしてる。X のくれない。あ、X ですか。うん、残念ですね。今日は今日はお休みなんです X は。これそれが言いたかったんです。それが言いたかったんです。振りだったわけね。昔のお笑いのタイプで。マギー志郎さんみたいなノリで。誰も言ってないじゃない。何やる何やる何やる。じゃあ今日はオーソドックスに、うん、ミトコンやってもらいましょう。どうぞ。マニタ君です。人生楽あり楽もある。ここ笑うとこなんです。なんでそこ笑うとこなの。なんでそこ笑うとこなの。ここはちょっと盛り上げてもらわないと、こっちが、うん、吹いてるんですか。笛を吹きながら歌を歌う。あ、ちょっと深かったですか。おかしくないよ、全然。全然おかしくないよ。やってみて、もうちょっと受けると思っただろ、お前。非常だよ、テレビは。そういうわけでね、はい、もうあのそれ以外 の技を出すね、こともないが、ね、一応でも見ます。もう一応優勝者として見たいな。ちょっと見たいという要望があるんで、ちょっと見せてもらえますか。うん、ちょっと失敗するから。あ、失敗してもいいよ、ちょっとぐらい。失敗するからって決めて。もうお前の優勝だって決まってんの。うん、頑張ってね。もう決まってんの。失敗したって。しても。いや、まだもう一個ある。まだある。決まってんの。こっちここ入れるの？え、待って待って。何すんの？これ何？だから、うん、飲んで鼻からパッて出す。飲んで鼻から出す？これコーヒーだよあんた。大丈夫か？うん、できる？うん、本当？大丈夫？待って。どうした？どうした？大丈夫？はい、やった。あれ？あれっていうのは俺が言いたいよ、お前。ほら、頑張って。そんなこと。じゃあこれできるんだから。できる？だってできねえじゃねえかよ。すごい。どうしたな今。え、どうした、どうした、出てないじゃねえかよ。だからゲップはいいって言ってるでしょ。ソメアだからそんな汚くない。なんかツーッときたね今。ツーッときたね。どっかこうやっぱりこう見てて勝てないなと思ったの。な、今日はな、相手が悪かったな。今日は彼に巡りたいと思います、ね、はい。じゃあソメア君はカーブレスと TKM セット3枚でどっちがいいですか。はい、でカーブレス持って帰ってください、はい、で、あの彼には PC エンジンソフト3枚を差し上げたいと思います、はい、というわけでございまして、もういろんなコーナーのいろんなやつが出てきますけど、今日は圧倒的にソメアの勝ちということでした。どんなもんだでした。ケンちゃんラーメンのケンちゃん
6種類のけんちゃんパズル当たるよ。けんちゃんラーメン新発売。けんちゃんラーメンのあらおけんちゃんメロシールでけんちゃんパズルが当たる。あらパズルが6種類で楽しいよ。けんちゃんラーメン新発売。スーパー CD ロムロム用ソフト、ドラマチックロールプレイングゲーム、ドラゴンスレイヤー。機体を刺激するリアルタイムシミュレーション、ポピュラス。映画を超えたスーパー RPG、天外魔境2。ロムロムユーザーの君はスーパーシステムカード。これからチャレンジするならデュオ。はい、市川の髪型がピャッピャしてますが、渡辺のコーナーです。はい、今日はね、お楽しみ巨乳関係のゲームバッチリにしてます。巨乳関係、はい、巨乳関係まず最初はスパイラルウェーブ。はい、RPG なんですけれどもね、はい、シューティング要素がすごく強いです。今設定したわけですけれども、この設定した状態でですね、星系の間、そして惑星間を旅するわけです。滅亡の危機に瀕した地球を救うためのね、スパイラルウェーブっていうキーワードを追い求めてね、こうやって、シューティングして旅をしたり、あるいはその中でね、アイテムとかですね、ヒントを集めて、冒険を続ける、そういうゲームですね。なんか不思議だねこれ、うん、次はエフェラ&ジリオラ。はい、エとフェラの間をこう区切っちゃいけないです。はい、何言ってんの結構ね、ジーンとくるね、感覚をですね、再現した、ゲームなんですけれども、この辺ですね、音の効果とね、ナレーションの効果が前面に、前編に入ってる、そういうゲームなんですけど、ちょっと変わってますね。ゲーム画面の中でもね、こういう風に延々と音楽が流れ続ける、雰囲気味わえますよ。今日の新作情報は麻雀バニラシンドローム。はい、まずはね、アドベンチャーモードのアニメのストーリーシーンから見てもらってますけど、ふとしたことから異次元世界に入ってしまうと、このように、美少女が現れてしまうで、このアドベンチャーモードではね、3人の女の子と戦ってですね、勝った子の服と同じ色のドアを開けて、そこから異次元に入るわけなんですけどね、他にもトーナメントモードなんかありまして、いろんな女の子が出てくるわけですけれども、その女の子のコスチュームとかですね、動きとかなかなか個性が豊かで、それだけじゃなくてね、打ち方もね、結構個性豊かなんで、やってるうちにその相手の打ち方の癖を見抜いて、対応するっていうのがね、ポイントだと思います、結構ね、こうやってる間もね、常にアニメで動くし、声もね、結構リアルに入ってるんで飽きないと思いますよ。これ積もったらでかいよね。おっぱいもでかいですね。すごい、もっこしエッチ。そして、特別情報ですけれども、CD ロムのパワーでですね、シミュレーションゲームが今新しく変貌しつつあるっていうところをね、ちょっと映像を見ながら解説しちゃおうと思います。 VTR どうぞ。どのように変わってるかというと、マニアのものだったシミュレーションゲームですね、シミュレーションゲームっていうのは、将棋をコンピューターの画面上でやってると思えばいいと思うんですけれども、それがですね、まるで戦記物の小説を読む、あるいは映画を見るみたいな感じで、プレイできるシミュレーションゲームが出てきた。この太平記っていうのはですね、ゲームを始めます、スタートボタンを押しますとですね、それから30分ぐらいこのアニメシーンが続くわけですね。だからゲームをやるというよりですね、テレビの前でアニメーションを見てると言った方がいいぐらいの、そういうシミュレーションゲームで、30分見なきゃいけないんです。そう、見ないといけないわけですね。早送りってできないの？それがね、早送りはできないので、飛ばすことはできますけどね。で、実際にゲームが始まってもいろんなところでアニメが出てきますね。このシュバルツバルト、これちょっとぜひ見ていただきたいんですけれども、これもね、ゲームの中のシーンなんですが、この爆発のパターンなんか見てもらうとね、非常にこう日本のアニメのですね、劇場アニメのノウハウをうまく使ったですね、ものに仕上がってまして、今までシミュレーションゲームっていうのはすごくデジタリックな世界の中でプレイするものだったのが、こういうアニメでですね、ストーリーズをはっきりすることでですね、なんて言いますかね、目的意識を持てる、そういうゲームでね、シナリオシミュレーションっていう新しいことができましてね、これで新しいジャンルができつつある、そういう話でした。なるほど。それではプレゼントのコーナーです。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。はがきをくれた方の中から抽選で10名の方にバニラシンドロームのソフトを差し上げます。はい、それから番組特製のテレフォンカードも10名の方にプレゼントします。宛先はいつもの通りです。郵便番号 105-12 テレビ東京大竹誠のただいま PC ランドプレゼント係、こちらまで送ってください。締め切りは明日の消印までです。なお発表は発送をもって返させていただきます。はい、というわけで皆さんこんばんは。
テレビ討論会の時間がやってまいりました。それでは早速ですが、渡辺さん、巨乳是か非かということなんですけど、渡辺さんは巨乳はいいと思うんですけれどもね、乳首の乳輪がこんなでかいのがあれはちょっと良くないと思う。それはおかしいよ君、ね、それはおかしいよ。ちょっと福田さんお待ちください。じゃあそういうこと言うと、父は大きいんだが、あの乳輪が小さい女がいると。いるんですよ、これいると、実際に。それが理想ですね、探求の世界。福田さん、大きかろうが小さいかかろうがおっぱいなんだからね、いいじゃないか君。隣の金子君はどうなのかな。いいんじゃないの、なんでもあれば。あればいい、どうでもいいんじゃない。どうでもいい、もうなんかわかんないけど ね。それはでもあるもののあれですからね、ない人は悩んでますよ、やっぱし、ね、別に。あ、悩んでませんか、うん。一花君、君もこういう世間ではっきり言わなきゃダメですよ。乳輪はちっちゃい。討論会をこの討論会、私一生開きたくない。司会は乳首デカオがお届けします。それでは皆さん、また来週。さよなら。出たね、バズーカホンみたいなやつですね。この番組は NEC 日本電機グループ、ありがとう、ハドソンソフトとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。すごい状態になってますね。反対から行くとね、逆側なんで顔が4カメだ。逆に振って、やっぱり来るね、エノモト。お前が貧乏神だってことだな、分かってんだよ。まあ松本君、お前も元社長なんだって。噂のキングボンビー衝撃デビュー、こいつに取りつかれたら運の月。スーパー桃太郎電鉄。スーパーハドソン。